広島太陽さんさん、太陽さんさんさんです。体操服やない、 T シャツ。でも確かにここだけ見たら体操服感。体育祭クラスマッチ感あるね。やっほー、天気めちゃめちゃいい、眩しい。今日はボーリング大会でした。なんかさ、知らないうちにここ怪我してて痛、今気づいた、痛、楽しかった。ツイートしよう、配信中。筋肉痛なるんかな。そんな、でも全然疲れてはないよ。1時間半ぐらいかな、時間的に言ったら。だからあれ、なんか楽しかった、ありがとうございました。無事に帰ってきた。ボーリングは命がけって聞いてたけど、怪我することもなく無事に帰還してまいりました。ただいま。チャートリーメンバーでした。対戦、たけさん、つなさん、ありがとう、ありがとうございます。せっこ長男さん、めっちゃかわいい、ありがとう、ありがとう。翔一さんもありがとうございます、めちゃかわいい。いい、洗濯物もありがとう。たけさん、いっこさん、ありがとう。いっこさん、洗濯物もありがとうございます、ありがとうございます。まず昨日配信で私はそのボーリングにぴったりの T シャツを昨日ね、街を歩いてて見つけて買いました、イエイっていうことを言ってたんですけど、言ってたんですけど、ちょっと話それて大丈夫、ちょっと一旦ちょっとこの場所に戻ってくるのに、ちょっと一旦それるね。目が左利きですねって、なんでわかるの、私利き目が左です。え、利き目左なんだけど、なんでわかるのどういうこと。ということでなんだっけ、どこ、ま、何を話してたんだっけ。そう、 T シャツをね、昨日ね、今日ボーリング大会だから
そのボウリングにぴったりの T シャツを見つけました。だからもう私はストライク連発かなとか言ってたんですけど、昨日の夜ね、明日の服の準備しようって思って買った袋から出してこうやって見たら、あれこれってボウリングなんだろうかってなって、そう今着てるやつなんだけど、これなんだけど、で後ろにもね書いてるの。私これさ、ボウリングの球かと思ってさすごいボウリングの玉の T シャツとかあるんって思って、もう明日に着ていけって言ってるようなものやんって思ってさ、もう気合を入れるためにも私はボウリングね、ボウリングにといえばボウリングに見えるよねでもさ、なんかあれこれってボウリングって思ってちょっと調べたの。そしたらビリヤードだったらしいし、しかも G って書いてるやん。これってさ、ガターのさ G でさ縁起が悪いじゃんそうだから私は今日はそのこの T シャツのせいで苦しめられました、非常に。ちょっとさ、確認したいことがあったんだけど、ガーターって言ってる人も結構いない？ガターなんだね。ガーターなんやね。あ、ガーターでもいいんだ。結構なんかガーターって言ってるイメージがあって、ガーターかと思ってたんだけど、ガターが本当なのかな。どっちでもいいのかな。ガターで、ガーターって言ってる人も結構なんか耳聞き覚えがある。そう、まあガターのね、この T シャツのせいで私本当にガターの呪いに苦しめられました苦しめられました。私本当にもうどうしようかと思ったもんあのね、あ、そう、最終結果から言うと、そのチャートリー今何人、全員で2、3、8人8人か。そう、くるくるもんだよ、チャートリー。アリさんはいらっしゃらなかったから8人か。8人中さやかりんチームは2位でした。大奮闘じゃない？初めというか途中まで1位だったりして、そう、大奮闘だったの。さやかりんチームすごいよね。よもいさん、くす玉ありがとうございます。ありがとう。すごいよね。で、私はストライク決めましたそう、結果いいとこから話していこう。ストライク決めました、私。そう、それでさ、ストライクしたら次の得点がさ2倍になるじゃん。2倍になるらしいんです、なったんですけど、
なるんですけど、その次のも次の時もストライクでした。そうだからストライク2連続決めたので、その次はちょっと1本残っちゃったんだけど、1本残して全部倒れた。ん？全部で何本、何本あるの？10本？あ、そうです、9本倒れた。そう、そう、そう、もういいとこだけ話してもらおうかな。アップルの方って言われてる。もうじゃあここで話終わろうかな。ここだけ、ここだけでもう話終わったら多分みんなの中で、すごい、あ、さやかりんってボウリングうまいんだっていう印象で終われるね。本当の話ですかって、本当の話、これは嘘ついてない、嘘ついてないよね。そうでした。そう、まあもうじゃあという感じで、そう大奮闘して、1位は千穂さんのチームだったんですけど、そうそうそう。じゃあここでもう終わろうかな、ボウリングの話は。楽しかったな、まあ楽しかったなということで。今のところプロ並みのイメージだって。あ、じゃあもうここでもういいやん。そう、まあそう、事実しか話してないでしょ私ということで。でもさ、ボウリングしたのが本当にそういうガチのスコア出すみたいなボウリングをしたのは初めてだったので、なんかそんなスコアとかじゃなくて、なんか誰でも投げれますみたいなとこのボウリングとかしかしたことなかったから、私だから、うん、もうめちゃめちゃ久しぶり、小学生ボウリング自体小学生ぶりだし、そういうスコアとか初めてだったし、ストライクも初だったと思う、人生で、人生初ストライクでした。ツナさん、可愛いギフトありがとうございます。ということで、まあまあそんな感じかな。前置きじゃないよこれ今。これ今もう本題だから、本題話してるから私。なんかすごい髪の毛がかかってる、なんか顔に違和感、なんか当たってる違和感を感じる、まあということで、まあそういうこともあったんですけど、まあ落ちとかじゃないけど、落ちとかじゃないけど、初めの方は本当に本当にやばかった、私。初めの方は本当にやばかった。もう全部ガタで、もう全部で何回、10回投げたのかな、ちょっと待って、なんか表みたいなやつ、スコアの書いたやついただいた。シャ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 、タッ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 タ、個人戦っていうかチーム戦。1,2,3,4,5,6,7,8,9、あ、10回、10回投げて、
で最後か一番9本目と10本目がストライクだったからもう一回投げれて、もう一回投げた？もう一回投げたんですけど、まあね、初めの4本目まで全部ねガターだったんですよ。初めの4本目まで全部ガターで、カムカムさんお疲れギフトありがとうございます。いや本当に私ちょっとなんか他のね周りのメンバーとか見てもさすがに1回1本も倒してないメンバーとかいなくて、いなくて、えもう本当にこれ1本もこの全部の試合全部の10本目までに1本も倒せないんじゃないかって思って、だんだんもうなんかもう投げるの怖くなっちゃってたんですけど、実際あのでもさやかりんチームの方々は本当に優しくて、もう1本倒せればいいよみたいな、もうすごいあの励ましてくれたり、いろいろ投げ方とか教えてくださったり、こうもっとこうした方がいいよって教えてくださって、すごいありがとうございました。そうね、後半追い込み型だったね。そう、目標1本だった。で、なんか、他のチームのところに小さい子供とかも来てくれてて、その小さい子は、なんか、滑り台みたいな台をセットできて、その台の上にボールを置いて転がすみたいなのが使えてたの。だからもう最悪一本も倒せないってもう本当になったら、もうあの台を借りようみたいな、もうあの台をさやかりんを借りようみたいな話にもなってて、いやこれはさすがにまずいなって本当に思ってて、内心めちゃめちゃ焦ってたの。まあ、ちゃんとねあの旦那こう当たるようになって、そう最終的にはストライク出せたのでよかったです。そうもう本当に私はどんだけ運動神経悪いんだろうって思ってちょっと悲しくなったんだけど、あの慣れたらというかね、コツをつかんだら大丈夫でした。え、内心焦ってたよ。内心焦ってたです。みんなスコアめっちゃ知りたがるやん、めっちゃみんなスコア知りたがるやん。スコアは70でした。そんなスコア知りたいの？そう70でしたね。微妙な反応やん。なんとも言えんって微妙な反応やん。いやでもちょっとあのね、初めのハンデのね4本なかったらもっとねいけてたと思うんです私。だからちょっともう一回したかった、もう一回一からしたかったな。そう、まあ、そういう感じです。楽しかったです。普通のスコアって、そうよ。いやでもその普通まで持っていけたことを褒めてほしい。私は本当に一本も当たらない、一本も倒せない覚悟をしてた。
もう4本目とかの時バイリンガルさん、お疲れギフトありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと体験してほしい。1回でさ、あの2本投げる、2ボール投げるじゃん。だから 2×4、 8本投げて1本も当たらないという体験をちょっとしてほしい。なかなか心にくるものがありました。そうね、偏差値やったら賢いって。偏差値やったらね、そう。そうだから。楽しかったです。ゾッとする。やろうと思ってもなかなかできんって。なんでやろうね。うん、本当に全部右側に行っちゃった。全部右側に行っちゃって、楽しめたのが一番って。優しい、楽しかった。ボウリング、ファンの人のスコアどうだった？みんなお上手だった、みんなうまかった。私が最下位だもん。それはそうか。あ、そう、それでね、あの結局なんか片手で投げるんじゃなくて、両手でね、両手みたいな感じで投げるように私したの。そしたらうまくいった。うまくいった。ボールがね、重いんですね。ボーリングのボールってさ、あんな重いんだね。びっくりした、びっくりした。すごいね。そう、両手で投げ、なんかボールにね、こう引っ張られちゃうから、両手で試しに投げてみようみたいな、投げてみたらって言ってくださって、両手にしたらちゃんと転がった、まっすぐ。え、そうだけさ、みんなが危ないって言ってたね。理由が分かった。ボーリングって危ないというか、重いからさ、足元とかに落ちたりしたら危険だよね。だからボーリング用のシューズとかもあるの知らなかった。私知らなかった。なんか多分小学生の時した記憶はもう曖昧なんだけど、その時靴とか履き替えたりしてなかったから、多分なんか本当に簡易的なやつだった気がする。ボーリングの球とかもあんな多くなかった気がする。子供用とかやったんかな。あ、シューズは絶対履くの？本当？じゃあ私の記憶にないだけ？もう私の小学生の時の記憶だから、もう曖昧すぎて曖昧だから、じゃあ履いたのかもしれんけど。え、でもね、軽いボールはあった。子供用のボールは置いてあったけど、私は普通の重いやつで投げてた。
シューズをじゃあ履いてたのかな。え、でもハイシューボーリング用のシューズという存在私初めて知ったんだけど記憶がないだけ。記憶がないだけか。ダン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 。ボールはね、できるだけオレンジ使ってた。オレンジ色のボール使ってたよ。ちょっとペンライトカラーって思って。マイボール持ってきてた人いたってさすがにおらんかった。でもマイボール持っていく方いるの。え、待って、ボーリングのさ、ボールってさ、色って重さが違う。え、色ごとに重さ違うの。ちょっとごめんね、なんかさ、すごいボーリング知らなさすぎてちょっと知らなさすぎてちょっとイライラされてるかも、ごめんなさい。ちょっとボーリング好きな方とかが聞いてたら、なんだこの人は何を言ってるんだって感じかな。え、色差で色ごとに重さ違う。え、本当？そうなん？オレンジ、あ、オレンジがいいって思って。え、でもなんかね、え？普通にボール選んで置いててねって言われたから、スタッフさんに始まる前に、あ、じゃあオレンジがいいやって思って、メンバーとかもさやかにオレンジがいいんじゃないって思って、あ、オレンジにしようって思ってえ、なんかさ、気分を変えるためにいろんな色があるのかと思ってた。あ、そうなんだね。重さは分かりません。何の重さだったのか。ただ子供用があって、子供用は軽いっていうのを持ってみて、あ、すごい子供用は軽いんだっていうのしか、あ、そうなんだ。普通の大人用は全部同じ重さかと思った。え、待って、私写真撮ったけんさ、数字とか写ってないかな。あ、写ってない。普通にボール持ってるから映ってないや。え、16とか投げてたのではって、普通がどれぐらいな、中間どれぐらい。16がなんか軽いのか重いのかもわからんボーリング球重さ、ボール重さ、ボーリング、自分に適したボールの選び方、男性におすすめ12ポンド13ポンド14ポンド女性におすすめ9ポンド10ポンド11ポンド。え、じゃあもしどうするん、16とか16とか投げとったら、え、誰が投げるの、そんなのないんじゃないちょっと待って、え、ボーリングとの色ってさ、共通、分からんのかな。どうする、もし16ポンド投げててさ
16ポンドだから片手じゃ重くて両手じゃないといけなかったけどみたいな。もし普通にさ8ポンドとかだったらもう思いっきりもうすっごいすっごい軽々とさビューンって投げれてたかも。どうするそれだったら。あ、オレンジとか明るい色は大抵10前後なんだ。あ、じゃあちょうどよかったのかな。あ、そうなん、そうなんや、そうなんや。ちょっと次行ったら見とく、確かめときます。いかなそうだって。まあ確かに確かめときますって今言ったは言ったけど、行くことはあるのでしょうか。でもちょっとボーリングの楽しさをちょっと知ったので、機会があったら行きたいな。オイルがレーンにはオイルが敷いてあるのは知ってますかって、だからめちゃめちゃ滑ったの、すごい滑ったから、それオイルの影響かな。次はダーツとか良さそうかもって。いいね、ダーツもやったことない、やったことないないっけ。それもあ、やったことないかな、ダーツ。次のじゃあスペイベダーツにしよう。アーチェリーとかにしよう。いや、バッティングセンターはダメダメ、バッティングセンターはダメ。もうそのコツをつかむとかそういうレベルの話ではない。もう一本もバットに当たらん一本もバットに当たらない未来がもう確約されてる。あ、そう、ツアーのメンバーが発表されてました。私福岡出させていただけてて嬉しかった。福岡出たかった。ツアーのメンバーが発表されていたのでぜひチェックお願いします。会いに来てください。
カズサさんありがとうございます。クス玉ありがとう。さっき申し込みしたありがとう。ぜひぜひぜひ待ってます。暑い暑い夏にしましょうね。亀子さんが亀子席がある会場もあるので、そちらもチェックお願いします。絶対見に行くからって。ありがとうありがとう。体操服じゃないんだって。これはボーリングです。ガーターの呪いがかかった。いやダメダメ、あのビリヤードの T シャツです。ビリヤードの T シャツらしいけど、私はもうボーリングということにして今日着てたの。すごい申し訳ございません。服に罪はありません。でもさ、今日そのボーリング始まる前にメール送ってたんだけど、もう今日ダメかも、全部がガターかもって送ってたの。本当にそうなりかねなかったから怖いね。言霊だったかも。翔一さん、クマありがとうございます。ありがとう、ありがクマ。なんかさ、結婚は嫌、結婚は嫌。ボーリングって普通にさ、遊びとかで行った場合はどれぐらいの時間するんだろうね。何ゲームぐらいするんやろ。ストライク出してドヤ顔したって、なんかもうドヤ顔とかじゃなかった。すごい、まず投げてからもう球の行方をもうずっと見てるの、見守ってるの。いけいけ、まっすぐいけって言って、もう真剣な眼差しで見て、全部倒れて、え、もう喜び、やったードヤ顔を決めれるぐらいドヤ顔決めるストライクやってみたい。こうもうボール投げてさ、私の場合はもう手から離れてからずっともうこうやってもうで真顔でずっと見てたんだけど、もうそれを見ずにさ、もうボール投げて、もう後ろ振り返ってスタスタ歩き出してもうそれでストライクでガタガタってこう倒れてそうみたいなやつがかっこよくないもうストライクのちょうど倒れてる頃にはもう歩き出してるみたいな私のこの後ろ、私の背景としてこうストライクで全部倒れてるんで12秒、漫画のワンシーンでありそうそう、確信ストライクやってみたいな、ね、すごい強者感あるよねガーターでもやっ、そう、ガーターでもやってって。いや、それはさそれはただもうそれはただ気まずくて、早くもうレーンから立ち退きたい人やん。それやってみたいな。もうね、そんなドヤ顔をする余裕はまだなかったから。
ゆずきちさん、朝顔ありがとうございます。朝顔今朝ツイートした朝顔の写真体操服って定期的に言われる。体操服じゃないの、体操服じゃないのこれはでも確かに体操服っぽい。確かにこういう体操服なのかな、こういう体操服の学校もあるのかな。私の学校こういう感じじゃなかったから。なかった。その体操服でお話し会もお願いします。確かにこれに黒いズボンとか履いたら普通に体操服っぽいね。みーこまさん、結婚は嫌。いや、体操服好きなんでありがとうございます。だから体操服じゃないんですこれだからこれ体操服じゃないんです、体操服じゃないんですだんだん怒り始めている原田さん体操服じゃないんです。よかった、一安心。一安心でした。明日は京都でフェスなのでよろしくお願いします。ほうほうほう、京都ほう楽しみます。ぜひ楽しんでもらえるように頑張ります。6月4日観光はできなさそうです。今さっきひわりが来てたから今見てたけど、観光はできなさそうですね。お土産ぐらいは買う時間あるかも。じゃあみんなにお土産で八つ橋買ってくるね。何味がいい？みんなにじゃあ配るから。さやかれんっていつも穏やかだけど怒ったりしないのですか？学生時代とか理不尽なことなかった？なんかあったかな、学生時代。もう多分当時は会ってたかもしれないけどまんま覚えてないな
なんかあったっけ。クリーム、ニッキ、ニッキが普通の味？ニッキってなんだっけ。あんこ。生八つ橋、生八つ橋、生八つ橋、チョコレート、いちご、カスタード、シナモン。ニッキが普通か。へー、あ、ゲームをすると切れますで思い出したけど、私、あ、昨日怒った昨日怒ったよ、私。怒ったというか、あ、でも別に怒ってはなかった。昨日の夜中の話なんですけど昨日の夜中の話なんだけど、あ、もうメールで送ろうと思ってたけど、もう配信で話しちゃう。昨日の夜中ね、あ、今月6月じゃんって思って、6月だから久しぶり、今月はちょっと七並べもいっぱいしようかなって思って、七並べの ガチャをね七並べのガチャを引いたの。今やってるこの花だれ公園の衣装のガチャで、これ全メンバーいるからさ、多分今自分を狙うのはちょっと無謀かもしれないっていうのはちょっと思ってた、自分でもなんか月終わりとかになったらさ、ちょっとメンバー別のガチャが出たり、なんか2期生の中でもちょっとピックアップされてる、自分が出やすいガチャが出たりとかするときに引くべきじゃん引くべきじゃんって、それは分かってたけど、私はなんて言うんだろう、ちょっとモチベを作りたくて、その私はこの新衣装の自分の星5シークレットを手に入れてちょっとやりたいなってもう思っちゃって、うん、まあ、ずっと回してたの、結構回したの、もう何回か分かんない、どれぐらい回したんだろう。でも本当に出なくて、コインは結構もう溜まってたから、もうこうずっと回してたの、でも本当に出なくて、もう他のメンバーがのシークレットは普通にもう3枚とか出る、もうこのもう3枚目だとかのがあるのに自分は出ないぐらいずっと引いても出なくて昨日の夜ちょっと、でも怒ってはなかった、ではなかった、ずっと真顔でやってたかもでもなんかさ、もうここまで来て自分はもう出ないのに出ないまま諦めるのがもう嫌だったので、もうギリギリを攻めて、もう全部コイン使ってもいいやっていうぐらいの気持ちでやってたら出ました、結局出ました。うん、結局出た。なんかさ、初めから虹色にガチャ引いたらカードが裏返しに置いてあって、シークレットのカードは虹色に光ってて、星4とかのは金に光ってたりとかあるんですけど、もうたまに全然光ってない普通のカードに見せかけて
ひっくり返したらシークレットに変わるみたいなのがあって、そのパターンで出たの。なんかすごくない？なんかちょっと、あ、ちょっと粋な出方をするじゃんって思った。誰目線。そう嬉しいパターンでした。だから私今自分のカードセットしてます。夏の好きはご用心のシークレット。そう、ちょっと今月6月だからまた時間合わせたりして下並べやりましょう、やりましょう。またメールとかで何時からしてますっていうのをお知らせします、お知らせします。あ、怒ってる話か、怒った話か。でも怒ってはなかったけど、もう自分の中でもうこの自分のカードが出たら私はお風呂に入ろうっていうのを決めてて勝手に決めてやってたから、もう早くお風呂に入りたいのに永遠に出ないじゃんって言って、ちょっと心情穏やかではなかったかもしれないですね。よかった、結局出て。ブチギレたこと、ブチギレるって何？ふざけるんじゃねえみたいな、そういうレベル。スマホを叩きつける、お皿投げたら割れるやん当たり前のこと言ってる。お皿投げたら割れるやん。なんか時間がない時遅刻しそうな時とかにバス乗ったりしてて、赤信号とかでギリギリ止まったら、嫌だよねでもそれってさ、全面的に自分が悪いじゃん。自分の問題じゃん。それなのにそういうのにさ、なんでここで赤で止まるんって思っちゃう自分が嫌で、さらにイラってする今そんなんしか出てこんかった。そうだからね、余裕を持つべきですよね、人間。何事も穏やかに過ごすためには。でもあるな、あ、もうここで赤信号に止まるの、え、ここで止まるの、ちょっと今ちょっと行けそうじゃなかったみたいな待って早く行かなきゃ、あ、もうなんか変わっちゃうよみたいな(笑)やってます、たまにね。え、じゃあ逆にみんなが怒ったこと何ですか？言える範囲で怒ったこと。いろいろ言える範囲で大丈夫です。うん、
物こぼした時とか。なんか私さ、伊勢じゃない、焦ってる時とか、なんか自分自身に余裕がない時とか物こぼしがちなんですよ。お弁当にお箸が入ってなかった時、それは仕方ない。それは仕方ない。割り箸を探しましょう。自動ドアに無視された時、無視されることある？あ、でもさ、私昨日なんですけど、自動ドアかと思ってこうやって立ってたら自動ドアじゃなくて、その時確か人が出てきてたのかな、人がいたの、後ろにいたのかな、なんかそれでめっちゃ見られて、自動ドアじゃないですけど的な感じで見られて恥ずかしかったです。自動ドア感覚で言ってたら自動ドアじゃない時あるよね。思い出した。思い出してしまった。それかな、なんかある？私は都合のいい脳をしてるので、もう学生の時とかなんか怒ってたとしてももう覚えてないな、覚えてないな。覚えてないな。一応明日の最高気温29度って。29度なん？それは暑いね、さすがに暑いね。扇風機出そうかな、扇風機出そうかな。姉妹で言い争ったこと何回かある、何回か喧嘩、大喧嘩みたいな、取っ組み合い、でも取っ組み合いみたいな喧嘩したのは人生で、そのお姉ちゃんと兄弟喧嘩したのは2回とかしかない気がする。あ、兄弟に関してとかは結構あれだよね、喧嘩、兄弟喧嘩とか多いんじゃない、みんな。組合した、もうでも内容はもうなんか前も話した気がする、なんか布団がどっちの柄がいいかみたいな、どっちの柄を使いたいかみたいなので喧嘩したのが一個で、もうそれ以外多分もう一つの方のは内容忘れちゃった。セイカリンが勝ったんよねって、いや私が負けたよ、多分負けかけてたところに、なんかそこおばあちゃん家だったから、ちょっとどうしたんどうしたんみたいな感じで止めに入られて、とかかな、とかかな。でもお姉ちゃんに対してもそんな怒ったことなんかあったっけ、なんかあったっけ。
記憶消えすぎって。今頑張って思い出してるけど、もうなかったのかもしれませんね。もう1時間だった。兄とはそれはひどいもんでしたって。あ、確かに男兄弟とかだったらもっと激しい戦いになるのかな。あ、逆に年離れてる方がそんな喧嘩にはならんか。もう逆に年上の方がかわ、も可愛がるって感じが。何見てるのって今思い出そうとしてた。今過去を振り返ってるの。幼稚園はそんな怒ることはないか。小学校、そう、改装中。ワン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 。ワン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 。うん。トゥ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 。私は18時から自主練をしに行くスケジュールを立てているので、そういえばそろそろ終わろうかと思いますそろそろ終わろうかと思います。私自主練してきます過ぎてる。明日の京都のフェスの練習してきます。でも大丈夫、一人の予定だから大丈夫。ちょっと過去に思いを馳せていたら、過去を思い出そうとしていたらもうこんな時間になってしまいました。テロップがこう、何にしよう、テロップ何しよう。
今怒ってることが思い出せないので、もうテロップで怒っとくね。壇上を読ませていただきます。13位、ピタさん、ありがとうございます。12位、銀色金魚さん、ありがとうございます。11位、トトちゃんさん、ありがとうございます。10位、ヒデキンガーさん、ありがとうございます。9位、 F 渋谷さん、ありがとうございます。8位、鳥さんさん、ありがとうございます。7位、ツナさん、ありがとうございます。6位、 IKKO さん、ありがとうございます。5位、末っ子長男さん、ありがとうございます。4位、ヤマイさん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、かずささん、ありがとうございます。そして1位、しょういちさん、ありがとうございました。ありがとう。そして明日大吉の方は天、なんて呼んだらいいの、天さんです。おめでとうございます。パチ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 、ありがとうございました。ボーディングの写真とかは夜になったらね送れるので、しばしお待ちください。でみんなも水分補給などして体調には気をつけて行きましょう。土曜日も日曜日も楽しみましょう。ということで、ちょっとまだ明るい時間ですけど、珍しかったけど、ありがとうございました、話してくれて。じゃあね、またね。おやすみの際はまだちょっと早いかな。バイバーイ、またね、ありがとうございました。また明日、バイバーイ。